函館税関札幌税関署の菅原といいます。本来でありますと、本部となる函館税関監視部の方から説明させていただくことになるんですが、本日あの監視部の方で作ったですねリーフレットに基づいて私の方で説明させていただきます。説明というか解説になるかもしれませんがよろしくお願いします。ご存知の方も多いと思いますけれども、税関はですね、貨物を輸入する際に審査検査、許可などを行いますけれども、それ以外にですね、輸出手続きを行う際にですね増置する場所に、保税地域という、保税増置場というのが主にあるんですがそちらを許可する業務を行っております。本日は内陸地に保税増置場を設置した場合のメリットについて説明をさせていただきます。リーフレット手元にある方はそちらを見ていただいた方が見やすいかと思います。1枚目に書かれてあります通り、1つ目物流の迅速化、2つ目物流コストの節減、そして広域的な輸送ルートがあると思われております。具体的にはですねリーフレットの裏面をご覧ください。1ポツのですね流通迅速化についてですが、上段の図はですね、一般的な貨物の流れが書かれております。一般の倉庫からですね保税地域である空港港湾エリアに、すいませんこれなんだけどですね、空港港湾エリアに、ね、輸送して輸出手続きを行ってからですね、船舶や航空機のあるところに、持っていき、積載となります。しかしながらですね、その通関するエリアにですね貨物が集中することが多くてですね、交通の混雑や手続きの長期化につながるケースなどあり予定通りの船舶に積み込むことができないということもあるそうです。そこで1ポツの下の図なんですが、物流拠点をですね保税地域とすることでですね輸出の許可をそこで受けてですねまっすぐ空港や港へ貨物を運んで積載するということができます。なおその際にはですね小口の貨物を取りまとめてそれをまとめて輸出するということもできますので、ニーズに対応できるものと考えております。次に2ポツコストの節減に対してお話しします。輸出の許可を受けた貨物についてはですね外国貨物としてみなされることから消費税が免税になります。この図でいきますと一般の倉庫から、保税増置場までの運送について、税金がかかるところが、免税という扱いになって、経由しなくて済むことによってですね、その分の経費も節約になるんじゃないかということで考えております。最後に3つ目広域的な、輸送ルートということでこれちょっと一つ戻させていただきます。例えば札幌を例にしますとですね札幌の近郊には石狩湾港、小樽港、苫小牧港といったコンテナ航路のある港があります。場合によってその3港からですねうまく積み出せることができればですねコンテナの線の入港に合わせてということではなくてですねいろいろの輸出の仕方があるんじゃないか、あとは新千歳空港もありますので、急いで送らなきゃならないような場合については航空貨物に切り替えるということも可能ではないかなというふうに考えております。以上ですね、まあ、行政面から見た、メリットという考えなので実際商売をされる輸出をされる場合についてはいろいろと問題点があるのではないかということも考えておりますが、このような話を聞いてですねご興味のある方は保税地域の話など、これらの質問についてはですねリーフレットの下にあります、
監視部、保税地域監督課の方、またはですね、身近な税関の方に問い合わせていただければよろしいかと思います。簡単ではありますが、私の方から説明を終了させていただきます。ありがとうございました。